僕、YouTube 単体で1000万ぐらいかな、月。多分、マックスが。すげえ！それからいきません ?100 万って。いや、まあでも、いや、すごいですよ、ひろゆきさん。いや、200万登録ってそれぐらいいきません？まあ、人に、うち、本数少ないんで。ああ、まあ僕も本数少ない。あ、月1本とかなんですか？あ、そうですよ、うち月1本、2本だけなんで。そんな少ないんだ。それは伸びないですね。めちゃめちゃ。そうなんですよ。でも、なんか我慢せずに暮らせれるって感じですね。へえ。なんかどうせなんでちょっと調べてみようかなと思って、一番多かった時をちょっと今見ようかなと思ってます。うん、気になる。ね、マックスが、あ、に、あれ？これ違うな。桁が違う。あれ？にも。桁が違う。あったあったあった。ね、13万ドルっていうのが去年の5月です。あ、違う、3月か。13万ドルだから、1400万円ぐらい、うん、今しか130万円。いや、すごいですよ、それ。あ、でも、たぶんね、この時が、すごい。あの、YouTube を頑張ってみようって決めて、うん、めちゃくちゃ頑張った月なんですよ。あ、頑張った月ってやっぱ数字で現れますよね、ちゃんと。YouTube って、まあ、その4月の売り上げなんですけど、4月の売り上げって3月に、うん、上げた動画の分なんですけど、日本の場合って、企業が、うんうん、予算が3月末までに使い切らなきゃいけないので、広告予算を YouTube に突っ込むことがあって、なので、3月で、1再生で上がる広告単価と、4月でもらえる広告単価が違うんですよ。なので、3月にめっちゃ動画を上げて頑張ったらどうなるかなっていう実験をした時の結果が、一月で13万ドルっていう。ああ、そういうことか。はい、そう。だから、YouTuber みんな3月に毎日投稿するんです。あ、そうそうそう。3月とか12月とかなんか突然頑張り出し始めますよね。